羽越本線で柴田を過ぎたら次は坂町だ。名前は坂だが平坦な線路を C57 は快調に進む。坂町駅ではこのように機関区に D51 が見える。そして奥羽本線米沢に向かう米坂線の終点だ。かつては南東北地方の日本海側内陸間連絡線として旅客貨物輸送ともに重要な路線だった。米坂線には坂町と米沢の旧路が活躍し、新潟県と山形県の県境の山々を越えるための宇都峠が厳しくそびえていた。それは手の湖羽前沼沢の長い25パーミルの峠であり、立候する旧路の格闘に魅了されたファンも多かった。今回は旧路が活躍していた時代を振り返り、米坂線がどのようになっていくのかを考えてみたい。こんにちは、ゆっくりマリサです。こんにちは、ゆっくり霊夢です。これは米沢機関区の69629米坂線の機関車だ。郡山工場式の終焉装置をつけているわ。郡山工場式終焉装置って、昭和29年頃から釜石線の D50 と宮古線の C58 に装着が始まって、その後 D60 や D51、96には、昭和39年だからかなり遅かったんだな。米坂線は山間部に入るとトンネル多いね。でも、どうも合わないがあったようで、96には合わなかったんじゃないか？ジェット戦闘機のエキゾーストみたいにかっこいい。前から見ると、小さくて帽子みたいだけどね。迫力はないね。ほら、この9634みたいに後年上半分を取り去っているからね。かなり見た目をスポイルしちゃっているよ。これはちょっといただけないかな。米坂線は起点の奥羽本線米沢駅から緑色の羽越本線の坂町を結ぶ90キロの地方幹線だった。電化された板谷峠を越えてきた列車は、米沢から C57 や DF50 の牽引になる。この183号機は米沢機関区の C57 だ。奥羽本線の南は C57 なんだね。D51 もいた。米沢駅から南下して北上するんだ。米沢市街地の外郭を通るんだ。東北の伊勢と呼ばれる熊野神社がある南陽市の西に長井線の起点の今泉がある。米沢からここまでは米坂線は動いているけど、その先は坂町まで一昨年の豪雨被害で、代行バスになっている。60年前だけど、駅前は雪でぐちゃぐちゃになっているな。今の駅舎もほとんどこのままみたい。ここから山積化した長井線の山形鉄道フラワー長井線が走っているのよ。さっき調べてたら、この今泉の斉藤委員は現在もやっているんだよ。立派だしすごいよな。そうなんだ。すごいわ。今泉を発車する69633。この機関車大正11年新制、新津に配属。戦後直江津に転属し、昭和45年から坂町に来ている。坂町では入れ替えもこなすから、ゼブラなんだな。ずっと日本海側なんだ。列車は今泉を出て南下していき、県境の山のふもとの手の湖に到着だ。これから宇都峠を越え山形県に入るんだ。これは手の湖の手前の羽前椿の29622。坂町の機関車で米坂線無縁化後に岩見沢に行った。今、新潟に戻って生態保存されているよ。そうか。よかったね。地方路線が荷扱いをやめ始めた時期と、自動車の普及が急加速した時期、そして炭鉱が閉山していく時期ってとても短期間に複合的に発生した。産業育成の国策なんだろうけど、得たものも多いけど、地方の活力や人口減少にとってはどうだったんだろうね。米坂線の多くの駅は、1日の利用者が20人ぐらいというのはどうやっても採算合うと思えない。これは奥羽本線改め山形線。米坂線の起点の米沢は新幹線の軌道幅だから、米沢からもうどこにも動けないんだよ。あ、そうだねー。坂町からの行き止まり路線になっちゃって、日本海側と太平洋側を結ぶ肋骨にならないね。だから JR 東は全線復旧に86億だっけ？負担はできないからどうする？と地元自治体に投げかけているわけなんだよ。年間の赤字が13億円だって。それでは活性化が担保されなければ、自治体や国と復旧費用をシェアしても、JR 東には荷が重いねえ。英国のように大金持ちが現れて、蒸気列車走らせますということでもあればねえ。96を走らせるの？ JR 東で完結させるならば、盛岡の C58-239 にとどめを刺すな。以前の C62-3 にセコの運行のようなことができたらねえ。例えば、C58 を米沢から坂町まで走らせると90キロだから、秩父の72キロで実績あるから無茶なことでもないね。
でも C58 で集客力あるかな。やはり、梅小路から9633を借りてくるしかないかな。食堂車を連結すれば単価も上がるだろう。自治体の努力では、到底存続できないところに来ているからアイディアはみんなで考えたいね。坂町行きの客レが来たから乗り込もう。牽引機は69629だね。冬の蒸気列車って暖房が効いていて暖かいんだよね。うつ峠登れないくらい雪に悩まされないといいね。機関士さんたちは、油を差している。左の白い腕章は機関士さんを示すんだよ。あ、それは知っているわ。米坂線の客車は3両編成多いんじゃない？客車の後ろに有害車を連結して混合列車になる時もあった。そして冬は雪が多すぎて定数を割り引いて10連にする場合もある。これがそうだね。混合列車。冬って、特に貨物が少なくなるから、混合列車仕立てて貨物を親とする場合もあっただろう。59651。坂町の機関車。ゼブラ塗装が施されている。資料を見ると、昭和47年7月まで陶器の入れ替え機 DD15 の予備で残ったね。これは短い貨物編成だけど、この69633の貨物は長いぞ。そうだね。この機関車も坂町機関区の所属でゼブラだね。うつ峠って、標高そのものは300数十メートルでさほどではないけど、25パーミルで長いというのが辛いところ。96はかなりゆっくり登っていく。96の本州の活躍の場所では最もきつい路線だと思う。なるほどねー。でもなんで96なんだろう。軸重が 13.16 トン、動輪径 1250ミリで、空転せずローカル線にぴったり。C58 が 13.5 トンだからそれより軽いし、C58 だと快速性を生かす路線に回されたから、米坂線は96でぴったりということかな。C58 より軸重軽いというのは知らなかったよ。ごついから重いと思っていたわ。冒頭で言っているように、南東北地方の日本海側内陸間連絡線として旅客貨物の重要な路線だったから、86では荷が重いだろう。96はどこにでもいっぱいいたし、これが地方路線のあるべき姿だったのね。快速性を求められないから大体気が来なかったと。米沢の49649がトンネル抜けてやってきた坂町の59661と交換する。坂町のゼブラはこれから内峠に向かって格闘するわけだ。この米沢の49649は終焉装置ないし、デフが低いね。米沢の96にあるあるだね。同じところで、向こうは終焉装置付きだから米沢のだね。あえて白黒にした意味は？やはり、カラーにした方がいいなって。宇都峠に入る前こういう橋梁が、豪雨の水害で崩落して致命的な傷を米坂線は負ってしまったんだ。宇前椿の白川橋梁だって。大井川鉄道でも水害で復旧の目処が立っていないけど、赤字路線ではいつどこで命が絶たれてもおかしくないわけで、とても危ういんだ。そうだね。鉄道文化は地域の文化だからバス代替でその文化を消し去るのは、何か過痕を残すって。この花田駅は1995年に JR になって初めて廃止された駅の一つ。もう一つは同じ米坂線の小国にある玉川口駅だった。その頃から米坂線は厳しかったんだねー。車掌さんが切符を集めているんだ。それでもこれだけ利用客はあったんだーって感心したよ。昭和45年頃は。花田駅はもう坂町に近いんだね。でも越本線自体、かなり疲れ始めているはずだよね。そうだよ。坂町は大きな機関区もあり、鉄道の町でもあるからね。坂町に到着したよ。ここの機関車の396は1号の貨物だ。デフのステイが凸の形になっている。それはトンネルのつらら落としの役割なんだろうな。あ、そういうことね。日本の貨物の蒸気は変な装飾がないから潔くて好きだわ。私もだ。上越本線用の貨物の D51 たちに囲まれている、坂町の49681。形式プレート入りだね。機関区には、ほがらか、強い、正しいの3文字が安全マークとともに掲げられている。とても意味深なスローガンかな。でも老、強、正が身についていれば大概のことは成し遂げられそう。そうだよな。それでは、米坂線を通して皆さんと一緒に鉄道のことを考えてみたくて動画を構成してみました。鉄道、蒸気が好きなマリサとしてはなんか時代が違う方向を向いているとおぼろげな危機感を持っているようです。皆さんのご意見をお聞かせくださいね。ご視聴いただきありがとうございます。また、ぜひ見に来てくださいね。